これだな。この先に進むと
このままボスに挑む。分かった。無理はするなよ。これならどうだ。これならどうだ。しまった。何だ。しまった。扉が開いたよ。よし、行ってみよう。クエストクリアってことになるのかな。そうだな。ボスを倒した時にクエストクリアにならなかったし、これがクリア条件で間違いないだろう。でも何のギミックだろうねこれ。わからないけど、今回のクエストはなんとか俺たちが先行で逃げ切れそうだな。そうだね。シャムロックと競り合ってるからちょっと焦っちゃうよね。やっぱり人数の差は大きいよね。最近はシャムロックだけじゃなくて、付き従う人、クラスタが協力してるし、ライブ中にセブンちゃんがファンの人たちに協力を呼びかけているんだってね。ああ、そうらしいな。
最近シャムロックと競い合っているスプリガン・キリト一行だな。君たちには悪いが、このクエストの勝利者はセブンに譲ってもらう。お前たちはセブンのファンか。俺たちはセブンの信奉者。七色博士の理論を信じ、そしてセブンの歌声とメッセージを愛する者だ。セブンクラスターってやつか。こういうプレイもスタイルの一つだ。俺は別に否定はしないさ。でもスメラギはこういった横取りのようなやり方を嫌っていたはず。お前たちは誰の指示で動いているんだ。自らの意思に決まっているだろう。君たちもこちら側に来い。セブンのためにスバルトエリア攻略の成果を全て捧げるんだ。そうすれば争いも衝突もない世界で、皆がセブンの歌の通り平等に生きていけるだろう。キリト君、囲まれたわ。一人一人のプレイヤーの力はそれほどじゃなさそうだけど。